今日午後、福岡県の服部知事は朝倉市を訪れ、2017年の九州北部豪雨で被災した農地や河川の復旧状況を確認しました。県によりますと、今日視察した妙見川など13の河川では、護岸整備などの改良工事に着手していて、来年度までには全て完了する見込みとなっています。その後、服部知事は毎年のように浸水被害が発生している久留米市を訪れ、ビニールハウスが浸かる被害を受けた農家から状況を聞き取りました。復旧、復興が一歩ずつ着実に進んでいるということを実感をいたしました。県土の強靭化、この取り組みをですね、しっかりと進めていかなければいけない。知事と面談した農家は、継続して河川の改良をお願いしたいと話しています。